ード、電子マネー、QR、ポイントも使えるお店の決済サービスということで、エアペイとエアペイ QR のご案内を本日はさせていただきたいと思います。まず最初にですね、リクルートライフスタイルがどんな会社なのかというご紹介をさせていただきたいんですけれども、リクルートもいくつか関連会社があるんですけれども、リクルートライフスタイルはですね、ホットペッパーですとかホットペッパービューティーですとかチャランですとか、お店のですね、販売促進のお手伝いですとか業務支援のお手伝いといったものを主として、展開している会社でございます。最初にですね、こちらをご覧いただければと思います。はい、お次300万円、ありがとうございます。ありがとうございます。大根130万円ね。すみません。はい、チンゲン菜は100万円。100万円、それでお願いします。じゃあここ QR でいけますか。 QR、うち現金だけだわ。じゃあいいです。またこれかよ。お店のキャッシュレスならエアペイ。もうエアペイ。またここにない出会い、リクルート。はい、こちらがですね、皆さんご覧になっていただいたことあるかもしれないんですけれども、第3弾の八百屋編のエアペイの CM になっております。で、こちらはですね、実際にはちょっと極端な事例かもしれなくてですね、店舗さんに直接じゃあキャッシュレス使えないのであればじゃあいいですって直接会話がなされるということはもしかしたらレアなケースかもしれないんですけれども、実際に今回そのキャッシュレス消費者還元事業、このキャンペーンが始まって、で、5% のポイント還元が消費者の方に戻る店と戻らないお店が出てくるという形になりますと、おそらく消費者の方々がキャッシュレスで払えるお店っていうのを選ぶような時代っていうのが、近々に来るのかなというふうに考えております。で、まさにそこをですね、お手伝いさせていただきたいというのがエアペイのサービスになってまいります。はい、で、今ですね、お話しさせていただいたそのキャッシュレス消費者還元事業の、加盟店支援事業者として登録をさせていただいております。で、今回のそのキャッシュレス消費者還元事業の店舗様に対する補助金制度の大きな2つの柱としましては、1つ目は導入の機器ですね、導入機器の部分の負担の補助金があるというところが1つ目で、2つ目が、手数料の補助ですね。キャンペーン期間中の今年の10月から来年の6月までの9ヶ月間になりますけれども、その間の、手数料のご負担がですね、3分の1、補助が入るといったところがこの2本の柱になるかと思うんですが、弊社の場合ですね、その機器のところに関しましては、キャッシュレス0円キャンペーンというのを今、行っておりまして、 iPad とカードリーダーですね、カードリーダーは電子マネーとクレジットカードを読み込む、機械になるんですけれども、この2つをですね、無償で貸与させていただくというキャンペーンを今行っております。貸与という形になりますので、正しくは諸条件もろもろございますので、詳しくはエアペイのホームページのトップページにこのキャッシュレス0円キャンペーンの入り口がございますので、そこから入っていただいて諸条件をご確認いただき、お申し込みをいただければと思っております。で、ここからはですね、エアペイのサービスのご紹介になります。iPad と先ほどのカードリーダーですね、この2つをご用意いただくことで、今ですね、エアペイとエアペイ QR、エアペイポイントという3つのサービスを展開させていただいております。で、今、言われているキャッシュレスというものは、クレジットカードと電子マネーと QR コード決済、これを総称してキャッシュレスというふうに呼んでいるんですけれども、これ3つ全て、1回の申し込みでですね、同時申し込みという形で申し込みをいただくことが可能となります。で、店舗さんがバラバラに申し込みするという選択もあるかなと思うんですけれども、一社一社とですね、個別に契約を交わすっていうテーマっていうところが軽減できるという、オールインワンのサービスになっておりますので、そのあたり の手間の軽減というところもポイントの一つになるかなというふうに考えております。今合計で26種類の金種に対応しておりまして、で、弊社はエアペイという決済ブランドを持っているわけではなくてですね、プラットフォームですね、
の役割を果たしておりますので、まあ、使える金種が多ければ多いほど、まあ、サービスの価値があると思っておりますので、あの今後もですね、まあ、条件さえあればどん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 あの使えるものを増やしていくということを進めてまいります。ですのでエアペイをご導入いただければ、どんどん今後ですね、使える金種が増えていくというふうにお考えいただければと思います。はい、そうですね、カードリーダーはこのクレジットカードも電子マネーも、あとポイントカードに関しても対応しております。で、まあ、今後に関してはやはりお客様があの何の決済手段で、ご利用したいというふうに申し出が来るかわからない時代になってまいりましたので、まあ、お店側がどんなものが来ても対応できる状態を作るといったところが重要かなというふうに考えております、はい、であとはですね、まあ、今その金種たくさん使えますよというお話をさせていただいたんですが、あの2つ目のポイントとしましては、初期費用も先ほどの、まあ、機材も全部無償で今対応させていただいておりますので、初期費用も無料です。で、月額の固定費用というのもかかりません。で、あとは振込手数料ですね。弊社の方からお振込をさせていただく際の振込手数料も無料となっております。ですので、かかってくる費用としましては、決済手数料のみですね、が、費用、コストとしてはかかってくると。で、通常ですと 3.24% もしくは 3.74% という形で対応させていただいておりますが、このキャッシュレスの消費者還元事業のキャンペーンの間に関しましては、一律 3.24% で、そこから3補助が入って実質 2.16% にて対応させていただきたいと思います。先ほど振込手数料無料ですよというお話をさせていただいたんですけれども、振込の、銀行ですね、対応できる銀行が、ゆうちょ銀行様以外であれば、あの全て対応をさせていただいております。ですので特にそのメインバンクを変えることなく振込手数料無料でそのままご利用いただけると、こちらもですね、おそらく新しい銀行を用意して、でそこからまた送金をしてみたいなことを考えるとですね、あのご負担を少なくすることができるんではないかなというふうに考えております。で、振り込みのタイミングに関しましては、AirPayの方はですね、月6回もしくは月3回、これ銀行によって、2パターンご用意させていただいております。ここまでがサービスのご紹介だったんですけれども、ここから先少しですね、導入事例のご紹介をさせていただきたいと思います。まあですね、まあ、去年からなんですけれども、あの全国のさまざまな地域でですね、あのキャッシュレス推進を一緒に行わせていただいております。これも一部でして、今後またどんどん増えていく予定でございます。その中から一部ですね、事例をご紹介させていただきます。岩手県の宮古市ですね、こちらは魚菜市場ですね、もともとはざるに現金を入れて、それで全部現金決済をしていた市場さんになります。でここが、まあ、市場のリニューアルのタイミングで、あのレジからですね、決済のサービスまでを全て、まあ、このエアペイエアレジを組み合わせて使っていただくことによって、全店舗これを導入して一気に新装開店しているという事例になります。なので、まあ、使っていただいている方って割とご高齢の方が多かったりもするんですけれども、あの基地導入のところまでお手伝いをさせていただき、使い方に関しては、まあ、非常に簡単に使えるような仕組みを作っておりますので、こういった形で対応させていただいております。2つ目がですね、富士吉田市、山梨県富士吉田市なんですけれども、やはり富士山の麓ということもありまして、こちらは外国人の方の観光客が非常に多いエリアになります。なのでインバウンドの需要というのが非常に高い地域ですので、こちらの何でしょう、富士吉田市の方々も非常に最初からですね、この決済に関しては感度が高かったといったところもございます。でこちらにですね、今市内105事業者に一気にエアペイ導入させていただいておりまして、もちろんそのお土産物屋さんであったり飲食店であったりというところはもちろん入っているんですけれども、まあ、タクシーであったり、あとは山小屋にも入っておりますし、あとはですね、市民病院ですね、市民病院も割と外国人の方が実は登山するときに怪我をして駆け込んで、でも現金がないので支払いができない、で結局そうなると支払いできないまま帰られてしまうというようなことが起こっておりますので、そういった、まあ、ちょっと新たな観光公害とも言われておりますが、そういったところの対応策としてもご利用いただいております。で
最後にですね、加賀山城温泉ですね、こちらは商店街、商店街に自重店舗を一気に導入をさせていただいた事例になります。こちらは地元のですね、ドコモさんと一緒に取り組みをさせていただいて、ドコモさんから iPad をご提供いただき、で私どもが一緒に営業に回って一気に導入を展開したといったような事例になります。やはり地域ですとか、商店街とかもそうですけれども、一気にご導入いただくことでそのエリア自体が活性化するといった3事例になっております。まだまだですね、今後もこういった形で一緒にキャッシュレスのお手伝いというのをさせていただきたいなというふうに考えておりますので、今日ですね、すぐ後ろにブースを用意させていただいております。でデモ端末もございますので、実際に使用感お試しいただきたいなと思っておりますので、この後お立ち寄りいただければと思います。本日はご視聴ありがとうございました。